ご自身ではなぜ今回スペシャルサポーターになったというふうにお考えになりますか。そうですね、やっぱり心当たりがあるとしたら、うん、絵ですかね。アートアートって自分で言っちゃうんですか、はい。ちなみにですね、小島さんの虎、はい、あ、私の虎ですか。ここで出しますか、この素晴らしい絵を見た後、はいはいはい、私はこういう虎を描きました。虎ですね、これ彼女が描いた虎です。はい、はい、どうですかこの虎。ピカソ、なるほど、ピカソ的な、ね、感じありますよね。ありがとうございます。じゃなかったですよね、うん、そうそうそう、素晴らしいですね。さあちなみに小島さん、今回のテーマ、はい、ヒーロー、はい、ヒーローというテーマですけれども、うん、小島さんにとってのヒーローって誰か。私にとってのヒーローは、はい、秋元康さん。秋元康さん、はい、プロデューサー。なるほどね、ずっとお世話になってますもんね。そうですね、お世話になってますし、うん、以前生放送で恩師は誰かみたいな時に、はいはいはい、秋元さんの名前が出なかったことにすごく気にされてたので、秋元さんご本人が気にされたってことですか。はい、言われたので、あ、なるほど、はい、ここで言っておこうみたいな。そうですか、わかりました。ヒーローです、秋元さんが。こんな大きい絵描いていただいたの初めてなので、すごい嬉しいです。総選挙に1位になると大きい絵を描いてもらえるんですけど、そんなことは一度もないのでこれが初めてなのですごく嬉しいです。ですか、小島さんのどの辺こう特徴捉えてるんだっていう。唇とか結構似てるなと思います。すごくおしゃれなので本当にこのまま家に飾りたいくらい素敵な絵なので。